こんにちはい。いとこのお姉さんだよ開けてーいやあ気にしてたわかっていると思うけど君のお父さんとお母さんが2泊3日の旅行に行くって聞いたからお留守番のおともとして私が一緒にお泊まりするよよろしくねえ一人でも大丈夫だって そんな寂しいこと言わないでよさあ中に入れて入れてもし夜中に怖くなったら遠慮なく言ってね私が一緒に寝てあげるからええー、それも大丈夫だってもうつれないなごめんねこんな夜遅くああのね 実はその怖くなったとかじゃなくて私のお気に入りの抱き枕忘れちゃってさその一緒に寝てほしいなーなんてあー本当ありがとう助かるー私自分の部屋以外であんまり寝たことないからどうしても寝つけなくてそれに。 抱き枕を忘れたのは痛かったなでも君が抱き枕の代わりをしてくれればぐっすり眠れそうということで君のベッドにお邪魔しますーはああったかーいなんだか君と一緒にいると落ちつく感じがする <laughs> さあ 私のの抱き枕の代わりになってね恥ずかしがらなくていいじゃない結構頻繁に遊びに来てるし私たちいとこ同士なんだしさそれに君が物心つく前のうーんと小さい時にはもっと君に抱きついたり君に抱きつかれたりしたんだからその時は私も子供だったけどね覚えてないって まあ、とりあえず抱きつかせなさい。ふん、うん。じゃ、遠慮なく。ぎゅー、ぎゅー。結構いい感じね。君、抱き枕の才能あるよ。あんまり嬉しくないって素直じゃないな。実はさ。 近々大学の近くに引っ越すことになったから私はついに一人暮らしデビューをしなくちゃいけないのよだから頻繁に君に会えなくなっちゃうかなうん <laughs> 寂しくなったかな大丈夫大丈夫今日はたくさん甘えさせてあげるからさあお姉さんを抱きしめさせてあげますよさあさあ 飛び込んでおいでおーうん、苦しゅうない苦しゅうないよしよし大丈夫よまた頻繁に帰ってくるからおお君あかくて眠たくなってきたよじゃあそろそろ眠ろうかよしよし おやすみなさーい私あああたたら部屋に入ってくる日差しが気持ちよくてついついお昼寝しちゃったわ。 あれいつからそこにいたのもしかして私の寝顔をずっと見られてたもういるなら起こしてくれればいいのに君は意外に意地悪なんだねお昼の時間過ぎちゃったけど急いで支度するからちょっと待ってねえ気持ちよさそうだったから自分も一緒に寝たいって あらあらどうしたの急に甘えちゃってもしかして昨日の私の法要がそんなによかったかなふ、<laughs> 否定しなくてもいいじゃないさじゃあこっちにおいでよしよしん抱き枕なしでも眠れてたねって <laughs>、うん 実は昨日は久しぶりに君と添い寝できて嬉しくて。君が眠った後何度も抱きしめてたら気がついたら朝になっててさあんまり寝てなかったんだ。<laughs> だから暖かいこの部屋でつい横になって気がついたら寝てたってわけね。というわけで 今日も私の抱き枕になってちょうだいね。ぎゅーぎゅーうん。暖かくて気持ちいい。さあ、おやすみなさい。あら、もしかしてもう眠ったのかな ほど眠かったのね <laughs> 気持ちよさそうに寝ちゃって今度も抱き枕忘れちゃうからまた一緒に寝てちょうだいねおやすみなさい